愛ちゃん、みどりちゃん、二人とも今日から魔法少女としてよろしくね。私はこんなおままごとに付き合ってやる気はないよ。ごめんね。そんな私一人で魔法少女できるかな。いえ、三人でないといけません。これからの戦い、あかりさん一人の力ではとても。そんなどうすればいいの。困りましたね。魔法少女は3人いないと力が足りないんです。2人ともやりたくないみたいだし、他の子を誘うのはどう。魔法少女になれるのには特別な条件があります。だから世界を救えるのはあなたたちだけ。私たちだけ。あかりさん、お願いです。2人をどうか説得してください。私たちがやらないといけないんだもんね。わかった、任せて。絶対説得してみせるから。私が魔法少女、そんなの無理だよ。でもあかりちゃん、やる気満々だったな。私はねえ君、今暇。いや、どなたですか。通りすがりのイケメンです。おい、やめとけって。ごめんね、こいつ酔っ払っててさ。ははあー、でも君よく見ると確かに可愛いな。え、だろう。だからさ、俺らと行こうよ。君遊んだことないっしょ。いいとこ連れてってあげるからね。いや、ねえ、ほら、早く早く楽しくさせてあげるから。うるせえ。わ、うるせえっつってんだよ。お前らに構ってる暇なんかね、とっとと消えろ。なんだこいつ。行こうぜ。気色悪い奴らだな。え、みどりちゃん、今のって。あかりちゃん、私またやっちゃった。もう嫌。あ、待って。みどりちゃん、きっと帰ったんだよね。思わずお家まで来ちゃったけど、出てきてくれるかな。あれ、私なんでみどりちゃんの家知ってるんだろう。あれ、あかりちゃん。あ、みどりちゃんのお母さんですか。そうだよ、久しぶりじゃないか。大きくなったね。みどりなら部屋にいるよ。ほらほら、上がってきな。ありがとうございます。大きくなったねってどういうことだろう。みどりちゃん、入っていい。少しお話ししたくて。ダメ、今は顔見られたくないから。もしかして泣いてるの。さっきの男の人たち怖かったもんね。でももう大丈夫。違うの、見たよね、さっきの私が怒ってるとこ。あんな風になるなんて引いたでしょ。びっくりはしたけど。やっぱりみんな怒った私のこと見ると逃げちゃう。そんなことないよ、私は逃げない。でもどうしてみどりちゃんは怖い人になっちゃうの。私、物心ついた時からお母さんやお姉ちゃんと比べられてきたの。お母さんは元ヤンだって言うけど、悪いことは許さないし、たくさんお友達がいて、たくさん笑って、お姉ちゃんも明るくて優しくて、誰とでも仲良くなれて。でも私は。あら、こんにちは。お向かいの、先日はどうも。おばさん、こんにちは。あらあら、スイちゃんはご挨拶もできていい子ね。さすがお姉ちゃんだわ。みどりちゃんは。ほらみどり、おばさんにこんにちはしな。大丈夫だよみどり、ほら一緒にこんにちは。ああ、いいのよみどりちゃんはねえ。
お母さんやお姉ちゃんが元気なんだもの。十分よね。いや、すみません。人見知りなもんで。あ、そういえば聞きましたか？あのスーパーの。こうしていつもお母さんたちの陰に隠れてたの。それでも言われるのは。お母さんともお姉ちゃんとも全然似てないのね。挨拶もできないなんて、下の子だから甘やかされたんじゃないのか？ずっと、ずっとお母さんとお姉ちゃんに比べられる毎日だった。言われるたびに傷ついてた。私だってこんにちはって言いたいのに、私だってみんなと笑っておしゃべりしたいのにって、そうやっていっぱい考えてたら気づくと知らない私がそこにいたの。お母さんに憧れてたからきっと無意識にヤンキーを呼び寄せちゃったのかなって思うけど、でも私は、私を守るためにもう一人の私を作ったはずなのに、この性格のせいでお友達はもっとできなくなって、だから誰かと一緒に魔法少女だなんて無理に決まってるの。このおとなしすぎる性格も、怒ると怖くなる性格も、どっちも大嫌い。そんなこと。お母さん。緑、こっち来ちゃダメだよ。何か魔物が。あれ、学校にいた悪魔だよね。倒しきれてなかったんだ。そんな。何が起きて。そっか、お母さんには悪魔の姿が見えないんだ。いや、お母さん。みどりちゃん、変身しよう。戦うしかないよ。でもお母さんが危ないんだよ。助けなきゃ。お母さんを離して。人間使える。喋った？もしかしたら話聞いてくれるかも。あのね、その人は近づく。ダメ、こいつ首折る。そんな、どうすればいいの？人間便利、いっぱい使う。でもうまそう。人間の魂、うまい。こいつの魂、俺食う。やめて。いただきます。やめろって言ってんだろ、クソが。あかり、炎出せ。え、さっさとしろ。は、はい。母さん助けるなら腕さえ落とせりゃいいんだ。風魔法で炎を落とせ、流れを作って。おら、嫌いやがれ。すごい。まだだ、逃がさねえぞ。もう一発。チェ。すごいよ、みどりちゃん。かっこよかった。え、ヤンキー版のみどりちゃんが一緒にいてくれたから悪魔倒せたんだよ。や、ヤンキーの私、役に立ったの？もちろんだよ。とってもとっても強かった。緊張派のみどりちゃんとイケイケのみどりちゃん、一人で二人のパワーを持ってるなんて最強じゃない？そうかな。そうだよ。みどりちゃんは怖い自分がいるから魔法少女できないって言ってたけど、怖い自分もいるからこそ最強の魔法少女になれるんじゃないかな。みどりちゃんは変わらなくてもそのままでずっと素敵だよ。あ、やってみようかな、魔法少女。あかりちゃんとならできる気がする。ほんと？やったー。それで、その私とお友達になってくれる？え？あ、ごめんなさい。あかりちゃんはそんなつもりじゃないよね。なのに私、何言ってるの？え？だって私たちもうとっくに友達だったでしょ。うん。でも魔法少女は二人じゃダメだもんね。三人揃わないと世界は救えない。ということは最後の一人。うん、愛ちゃんを説得に行こう。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あなたも魔法少女になろうよ。